じゃあ、トップガンチャンネルのみっちゃんです。今回はヒメオクワガタの産卵セットを組んでいきたいと思います。お願いします。はい、ヒメオクワガタはね、一応何度かやってるんですけど、大体がね、いつも瓦材とか使ってやるんですけど、まあ、5匹ぐらいしか取れたことがなくて、放置しとくと、やっぱ夏店に放置しといたら暑くて死んじゃったりして、頭数結構減らしちゃったりするすぐするので、いつもは瓦材で産卵セットを作るんですけど、瓦材でまあたくさんは取れてないんですけど、一応取れるっていうのは実験的に分かってるんですよ。で、今回はね、冷死剤を、人工的に冷死剤っていうのを作って、それでも使ってチャレンジしようと思ってます。去年も皮剥いちゃったんだよね。だけどね、剥いたね。今年はね、ちょっとオクワなんかでやっても剥かないと結構保水力も強くて持ちもいいので、剥かない方向でやってみようと思います。まあ、オクワの時もそうだけど、結構前にさ、奄美コクワの産卵セットを剥かずにそのままのやつをさ、言ったらめちゃくちゃ産んだじゃん。そっちの方が取れたっけ。うん、うん、じゃあやっぱ同じ方法がいいのかもね。結局皮剥くっていうことがあんまいらないのかもしれないね。そんな気がする。うん、まあ一応この辺だけちょっと菌が出てはみ出ちゃってるので、それだけ取って、あとはもうそのまま埋めようかと思ってます。そうだね。それでまあいつも瓦材しかやってないんだけど、今年はちょっと都合で冷死剤を作ったので、冷死剤とどっちが反応いいかちょっとやってみようかと思います。あー、でもそのこれさ、違うペアじゃん。それあんま実験なんないね。それじゃあ中ケースに詰めて、じゃあこれで単一のセットの中に2本入れてみるか。それの方がいいかもしれないね。じゃあそうします。先ほどね、ちょっとね、これ2ケース作って1ペアずつやろうと思ったんですけど、やっぱちょっとこれは今まで瓦材を使ってやってきて、冷死剤とだと比較にならなかった、比較したことがないので、このね、新しい方のペアを使って、一つのこの中ケースの中でどっちの材を好むかをちょっと実験したいと思います。ういっす。それではね、本当はだからこう2ペアでやる予定だったんですけど、1ペアでやってみます。逆にこのじゃあ 50.8 と38のペアは、使わないのももったいないしさ、あれだね、なんか今までやったことないセットで別でやってみるか、またそんな形でやってみようと思います。これはね、自分のイメージとすると、ボトル産卵とかやってないので、そっちを試してみたいなと思ってます。瓦のボトルでちょっとやってみようと思います。あ、黄金とかタランドスみたいな感じ。そうだね、あんまりこうなんかその話ってあんま聞かないんだけど、瓦のボトルでやりました、うまくいきましたって話も聞かないんだけど、実際にやってる人がいるかどうかもはっきりしないので、確かにやってみたいと思います。うん、ではまあ今回はこれを一応産卵ケースを組んでいきたいと思います。一応ね、皮は剥かないので、本当にセット自体は簡単だと思います。まあ、瓦と冷死って話をしてても、どっちが瓦でどっちが冷死か見た目じゃ本当に分かんないよね。こっちは、これが一応冷死で、これが瓦の菌床です。ここのとこだけちょっとね、ここうまく入んないので。そこも取らなくていい気もするけどね。これがね、うまく入んないんだ、これ。あんまりくっついてると。でも片っぽ取っちゃったから、もう片っぽも一応取っちゃうよ。これね、剥がしてもまたここに菌張ってきたよってみんな言うけど、まあそれが普通だと思うんだよね、菌糸だから。これ冷死も温度低い地域で育てるからさ、結構低温菌種なんだろうね、冷死自体も。これはね、基本低温菌種だと思うよ。それで、上の方って酸の腰掛けみたいな雰囲気の木とか菌とかそういうのにさ、ヒメオみたいのがいたりするから、こっちの方は木と菌種としては近いのかなとは思うけど、まあ、確かにね、言われてみればそんな気がする。ここは下はいつも固めるけど、どっちでもいいとは思うけど、一応1センチぐらいの高さになるように適当に固めておきます。なんか埋めてる際に産んでるのを見たことある気がするんだ。だからね、これも半分以上は埋めちゃう。あ、ほんと。ただそれを片詰めはしないけどね。
女子。一応こういう状態。みつるくん、それはありだよ。そうだね。それって誰の真似なの。一応これ、この機能でやろうと思ったので、ここにこれ、電子材ってのが貼ってあるので、ここに貼って、ここか。ここに貼っつけておきます。こんな感じです。これ、瓦材ってここに、さっきね、2つでやろうと思ったので、うん、瓦材って貼ってあって、これをここに貼っつけておきます。よいっす。確かに、どっちがどっちか分かんなくなるね。うん、分かんなくなる。まあ、時間を置けば、そっからキノコ出てきたりして分かるかもしれんけど。あとはね、これでちょっと、半分ぐらいが隠れるようにこうやっておきます。よし、じゃあ一応こんな感じで、うん、あんまりすごい大きくはないけどね。かんちゃんが言うにはすごい餌食べて動き回ってるっていうから、うん、これを使ってみたいと思います。早潜るの、何も見てないな。メスはね、コクワガタの足が長くなったみたいな感じ。こんな大きいコクはあんまりいないけどね。ヒメオってメスはでかいけど、オスもちっちゃいよね。オスね、自然の中も実際ちっちゃいのばっか。まあ、ちょっと潜っちゃったんで、うん、ここにちょっと大型のヒメオがいるので、こっちをちょっとここで移して。そっちメスっすね。こっちメス？こっちにメスじゃんかよ。完全に騙されて俺生きてるな。50ミリぐらいになるとね、結構かっこいいクワガタで、こんな感じです。うんうん、本当にコクワの太いコクワ型に大クワの顎をつけたみたいな感じで、うん、結構かっこいい。独特です ね, ね。これはもうね、どうなるか結果は自分らにも想像つかないです。でもなんか自然の中の雰囲気からするとこれが合ってるのかななんて思います。なんか今までさ、ヒメオが取れてる、幼虫取れてる時もさ、うん、なんで取れたのかよく分からず取れてるもんね。分かんない。それもさ、夏忙しくて本当に暇になった時に割ったら、うわもう幼虫ダメになってるよとかさ、暑すぎて ね卵いっぱい埋め込んであるけどみんな黒くなってるとか、そんな感じでやってたので、まあ、これは今もう20度の部屋があるから、そっちでやるか、かんちゃんのワインセラーに突っ込むかでやってみてください、うん、一応これもうあとは餌を入れて祈るだけ。そんな感じでこ あのセットはこっちが霊視材、こっちが瓦材って形で、一応オーソドックスな仕掛けではありますが、この違う材でどっちに反応するかちょっと見てみたいと思います。みんなも一応どんななるか期待しててください。はい、それでは、サラダ。